はようございます。今日は、17ヶ月の娘ビアンカの1日をビデオで撮ってみたいと思います。上の子たちはもう学校に行ったので、まあ、これからビアンカを起こして、まあ、1日が始まる感じなんですけど、よろしければ最後までお付き合いください。ビアンカはだいたいいつも8時から8時半の間に起きます。いつもは寝起きも結構元気なんですけど、今日はまだ眠かったみたいで、起きた後も結構長い間床の上でゴロゴロしてました。今日の朝ごはんはバナナにホームメイドのピーナッツバターが乗ったパンにカットしたキュウリとリンゴです。最近はご飯を見るとこんな感じで真っ先に自分の椅子に歩いていきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ご飯を食べたら犬の散歩に行きます。日によって朝ごはんの前に行く日もあるんですけど、今日は食べてから行くことにしました。家に戻ってきたら着替えさせて出かける準備をします。じゃあこれから、食料品を買い出しに出かけてきます。バイバイビアンカ、できる？バイってできる？バイバイってできる？バイってそんな気分じゃない。家に着いたらランチの時間です。今日のランチはひよこ豆とケールのスープとバナナにスイートポテトの入ったパンケーキと、あとはいちごです。物にもよるんですけど、家にいるときはだいたいいつもこんな感じで洋服を脱がせておむつとよだれかけだけつけて食べてもらってます。その方が服にシミがついたりとかしないから後々楽なので、いつもこんな感じでビアンカには食べてもらってます。食べたね。グッジョーブ。すごい。ランチが終わったら昼寝の時間なので、パジャマに着替えさせて寝かしつけます。ビアンカはだいたいいつも12時半から1時ぐらいに昼寝をして、その後2時間とか3時間後に起きる感じです。いつもは昼寝の寝起きも結構いいんですけど、今日はこんな感じで寝起きはすごくグズグズでした。ビアンカが落ち着いたら着替えさせて上の子たちを学校に迎えに行ってきます。これから上の子たちを学校に迎えに行ってきます。
上の子たちが帰ってきたらみんなで犬の散歩に行きます。ビアンカは上の子たちと散歩に行くのが大好きで、いつもこんな感じですごく楽しそうにしています。ディナーは普段6時半から7時ぐらいの間に食べるんですけど、今日は一番上の子の野球の練習が6時半からあるので食べさせてから行くことにしました。今日のディナーはお豆腐と野菜のスープにアボカド、あとはひよこ豆とケールのナゲットにメロンです。ディナーを食べ終わったら一番上の子の野球の練習に行きます。野球場の隣には小さい子が遊べる公園があるので、いつも練習を待っている間はここでビアンカを遊ばせています。ありがとう。ありがとう。家に帰ったらお風呂に入れて寝かしつけてビアンカの一日の終わりです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。このビデオ楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあまた次のビデオで会いましょう。